でパイ麺って今すごい人気店のイメージだと思うんですけど、でも買い取られた時って、うん、正直ちょっと厳しかった時なんですよね、パイ麺。まあ多少はでも絶対に持ち直せる自信はあったし、うん、まあいい店だったんで、それこそ3店舗パイ麺あるんですけども、1店舗ずつ自分で立ち上げの時から携わってて、まあ本当そこで青春時代を過ごしたっていうのも過言ではないので、ぜひ残したいなと思って一生懸命頑張りました。どういうふうに立ち直していかれたんですか？いや、もう従業員の教育と、あと味を自分のに作り変えるっていうか、ちょっとその大きくじゃないですけどね、自分の知ってるこっちの方が美味しいんじゃないかなっていうところを、それをやっただけですね。うん、